会社の先輩 A さんが会社内で亡くなった。中途で入社して、毎日夜遅くまで残業してて、寝袋とか持ち込んでるような人だった。上司から言われてやったどころか、周りは必死に止めていた。上司が早く帰れ。と叱り、一度帰ったものの、上司が帰るまで会社の近くで待ち、上司が帰ったのを見届けてまた戻っては残業していた。社長は、今の椅子だとあいつが組み合わせて、ベッドにして泊まろうとするから、と、キャスター付きの椅子にすべて取っ替えたりしていた。それでも、その人はずっと残り続けていた。正直言って、そこまで残るような仕事じゃない。私は入社して3年目だったけど、遅くても7時には上がっていた。なんであんなに残るんだ、ブラックに染まるとほんと怖いと、みんな口々に話していた。ある日、出社してみると、他の同期や先輩たちが真っ青になって A さん。A さん。と叫んでた。A さん、ピクリとも動かない。手足はだらんとしていた。A さんは亡くなっていた。死因は聞かされなかったけど、多分発作か脳梗塞じゃないかと噂されている。毎晩あんなに残って、眠れてなかったんじゃなかろうか。ブラック勤めだったから、残業癖が抜けないというのはまだわかる。でも、周りが帰れと指示してるにもかかわらず帰らないで、上司が出ていくのを待ってからまだ仕事しようとする A さんは、はっきり言って、不気味でしかなかった。家に帰りたくなかったのかな？その人は、遅くまで残って何をしていたのだろうか。仕事量的にやることはないんだよね。A さんは一人暮らしで、家族との不仲も考えづらかったです。私は、どんだけ残業するんだよ、と思ってたんですが、A さんは、普通にいい人だったんで孤立するってこともなかったし、みんな仲は良かったです。なんというか踏ん切りつけるのが苦手なのかなという印象は持ちました。石橋を叩くってことわざがありますが、ずっと叩いて前に進めないタイプというか、前職がブラックすぎて、残業しなければ会社に認められない。残業しなければ評価されない。仕事は会社に泊まってでも終わらせなければならない。といった脅迫観念にとらわれて抜け出せなかったのかね。ひとまつえに合唱。うちの会社に中途で入る予定だった人。面接した上司が言うには、とんでもないブラックにいたらしくて、聞いててかわいそうでかわいそうで。だったんだけど、結局入社辞退になった。その理由が、そんなホワイトな職場があるなんて信じられない。ブラックに慣れてしまうと、そうでない会社に耐えられない身体になるんだろうか。